ED10 型はかつて相模鉄道に在籍していた直流用電気機関車である。e d 1 0系1 3 1 4号貨物列車牽引に使用されていたモア1系電動貨車を本来の旅客電車に復元し、その後継者として1952年に ED11 が東洋電気製造によって製造された。その後1953年に ED12 が 1954年に ED13 が、1965年に ED14 が製造された。なお、書類上は ED14 の未東用後期製である。外観は箱型のデッキ付きの申請された車体だが、台車や手電動機は電車の部品が流用された。4両とも車体は基本的に同じスタイルだが、製造時期によって運転席窓、側窓、 通風口などに違いが見られる。ED11、ED12 の2両は、いわゆる東洋電気スタイルと称される同社の私鉄向け電気、機関車の元祖とも言われる。ED13 までは、落成時点での塗装が灰色であった。なお、ED11 は、セア駅構内における列車衝突事故により中破している。最盛期はセメント、砂利。 一般雑貨輸送の他に在日米軍の燃料輸送などもあったが、1998年9月30日、限りで米軍基地への燃料輸送が休止され、貨物輸送の運用はなくなった。その後、工事列車や新規製造車両の車両基地への改装に使用されたが、モヤ700系の登場に伴い、2007年に全車が廃車された。 4両のうちの ED11 の1両が柏大車両センターで生体保存され、他の3両は同年1月17日と18日に同センターより業者へ陸送された後に解体処分された。神奈川新聞によると今後保存者の ED11 は見学用などに利用されるとのことで同年9月には同センターにて再塗装も含めた修繕が行われた。 ありがとうございます。